富士型戦艦、富士型戦艦は日本海軍の全土級戦艦で同系艦は2隻である。2隻ともイギリスで建造され1897年に竣航した。2番艦のヤシマは日露戦争で戦没したが、1番艦、富士は太平洋戦争終結まで48年間海軍に在籍していた。本型はイギリス海軍の全土級戦艦ロイヤル。 サブリン級、春光1892年から1894年の改良型であるが、いくつかの最新の技術が用いられた。1880年代後半に、日本の仮想敵国であった新国は、庭園級、庭園と、鎮園の2隻のドイツ製戦艦を収益させた。この2隻は常備排水量7144トン、主武装は、 クルップ製 30.5cm 連装砲2機などであった。これに対し、当時日本海軍が保有していた、負装は常備排水量3717トン、主部装はクルップ 24cm 単装砲4機などで、劣勢は明らかであった。そのため、日本は庭園と鎮園に対抗できる戦艦の建造を計画したが、 予算がつかなかったため建造できずにいた。1892年、1万1400トン級の戦艦の建造が計画されたものの、またも予算不足で廃案になりかけた。だが、翌年に、明治天皇が急定費節約、公務員の俸給1割減という直例を出しようやく予算が確保された。建造はイギリスに発注され、富士はテムズ造船所、ヤシマは、 アームストロング社エルジック造船所で1894年に寄港されたが、春工は1897年で、日清戦争には間に合わず参加できなかった。本型は、イギリス海軍の全土旧戦艦、ロイヤル、サブリン級の改良型である。ただし、イギリスは、輸出軍艦で、自国海軍用の軍艦に採用予定の技術のテストを行う戦略を取っており、 本型もそれにのっとっていくつかの最新の技術が用いられた。手法は、後のフォーミダブル急戦艦で採用された新設計のアームストロング30.5センチメートル40口径砲を採用した。日本戦艦として初めて全面を装甲板で折った連装式砲塔に手法に収めた。これはロイヤルサブリン級の次級のマジェスティック級の形式を採用したものだ。 正車後は砲塔を、艦の中心線に合わせないと時段を装填できないという弱点が残っていた。装甲は、原則水線 457mm、甲板 63.5mm、司令塔 356mm であり、甲板を除いて、厚さのみにおいては、後のマト型戦艦をもしのぐものである。これは本型の原型である。 ロイヤルソブリン級が1889年に実用化されたばかりのニッケル鋼を装甲に多用したものの主装甲体においては表側に固く脆い鋼鉄を裏側に柔らかく人性がある連鉄という2種類の鉄板を貼り合わせた複合鋼鉄コンパウンドアーマーと呼ばれる旧式で対岸性に劣るものの実績のある形式の装甲を採用していたため 後の戦艦に比べ走行圧が必要であったためで、ある。藤型においては、炭素鋼に、新炭焼き入れを施した、ハーベー鋼という一枚で、硬さと人生を両立した鋼板が、主走交体に採用され、強度的には大きく減圧が可能であったものの、重心の変動などに対応して、軽を変更しなければならず緊迫する、極東情勢に間に合わなくなってしまうため過剰な、 装甲であると認識しつつも設計を変更せずに建造された。その厚さによる重量のため広範囲に装甲を貼れず、防御力としては後の戦艦に劣ることとなった。次級の四季島型戦艦ではより新しい世代の装甲であるハーベーニッケルコを採用し厚さも半分に減らし、装甲をより広範囲に貼ることが可能になった。機関は、 ュキレシプロ蒸気機関2機、主艦石炭船年間10機で出力は 13,500HP に軸推進で、速力は18.3キロトンである。また、富士と八島は同型艦であるが、相違点が多くある。建造費は、富士が1、38万円、八島が1、50万円であった。本型の船体形状は還元の高い平ら。 看板型船体で昇格のつく艦首から、艦首看板上に30.5センチメートル連装手砲等が一気、その背後に司令塔を組み込んだ箱型環境から、ミリタリーマストが立つ。ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、警防御の見張り台を配置し、そこに37ミリメートルから47ミリメートルクラスの機関砲、速射砲を配置したものである。これは、 当時は、水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために、遠くまで見張らせる高所に、大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の大型艦に多く用いられた様式であった。本艦のミリタリーマストは外部にはしごを持つ、円筒状となっており、長部と中段に見張り台が設けられた。 全部ミリタリーマストの背後には2本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風灯が立ち並ぶ関西艇置き場となっており、2本一組のボートダビットで運用された。関西艇置き場の後部には基部にクレーンの付く後部ミリタリーマストが立ち、その後ろの後部甲板上に2番手法塔が配置された。本型の手法は新設計の アームストロング 30.5cm40 口径砲を採用した。その性能は 386kg の砲弾を最大行角15度で 13,700m まで届かせられた。この砲を新設計の連装砲塔に収めた。不要能力は行角15度、深覚5度である。旋回角度は単体守備線方向を0度として左右150度の旋回角度を持つ。 主砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填を主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は5分一発であった、砲塔内の砲弾、創薬込み使用の場合、この砲を新設計の連装式砲塔に収めた。製造元のイギリス海軍でさえ本型の原型となったロイヤルサブリン級では、砲身の基部が露出した露砲塔であったのに比べ、 本型は完全に装甲で覆われた現代の砲塔形式と同じものとなってお、防御能力は格段に向上していた。しかし砲塔旋回機構の構造が複雑であった。ために弾薬庫から砲弾を輸送する溶弾塔が従来と同じくバーベットとは別個であり、溶弾の際には守備線方向に砲塔を戻す必要があった。すでにフランス海軍では溶弾塔内蔵のバーベットが 実用化されていた。砲塔の形状が、洋なし型の奥に向けて尖った形状となっているのは、これ原因である。発射の度に砲塔を戻す手間を省くため上げ弾頭の上部脇にご正射分の砲弾、創薬庫を設けているが、被弾時に誘爆の危険性があるので次型である敷島型では、洋弾頭内蔵のバーベットが用された。また、砲塔の上部は、 発射時の爆炎の換気機構の能力不足を補うためにスリット状となっており、ここに敵弾を受けた時には容易に貫通を許す不具合があった。副砲にはアームストロング 15.2cm40 口径速射砲を採用した。その性能は 45.4kg の砲弾を行革20度で 9140m まで届かせられた。 この砲を単装砲がで原則に、片弦5機、ケースメイト式2機、非ケースメイト式3機ずつ、計10機配置した。不行能力は、行角20度、不覚5度である。旋回角度は150度の旋回角度を持つ、方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分5から7発の設計であった。 他に近接戦闘用にフランス製のオチキス 4.7cm43 口径単装機砲を採用した。その性能は 1.5kg の砲弾を業角12度で 5944m まで届かせられる優秀砲でイギリスでライセンス生産され、この時代の主流体水雷堤砲として第一次世界大戦末期まで用いられた。 この砲を単装砲がで20機を装備した。不要能力は、行角25度、深く5度である。砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分20発であった。他に、落ちキス4.7センチメートル、33口径、単装機砲を単装砲がで4機、 対艦攻撃用に 45.7cm、魚雷発射管を単装で1機、水中装備で単装4機を装備した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。